皆様こんにちは。あっという間に秋が通り過ぎて寒い冬が到来しました。ピョンは天井に張り付いて動きません。それではピョンが冬眠中に使用する寝床を作りながらいろいろとお話をしていきたいと思います。寝床に使うのがニュージーランド産の水苔です。特にこだわりがありませんのでお手頃なものを選びました。関西では11月19日からぐっと寒くなりましたのでピョンへの餌やりもこの日でストップしました。この餌切りは去年と同じ時期くらいですね。ここから3月まで眠るなんて信じられませんが、ピョンを信じて見守りたいと思います。これが2年目の余裕というやつでしょうか。気を抜かずに頑張ります。ここで昨年の反省点をまとめておきます。1つ目、水苔をしっかり洗っておらずカビが生えたこと。そして2つ目が水苔の量が足りなかったこと。この2つはこの時点で改善できますので、2回水苔を洗って水苔も昨年の倍入れてみました。それでは主役のピョンに移動してもらいましょう。ご覧の通り塾長はビビっています。なぜこうなるのかというと、ピョンは必ず放尿してジャンプするからです。あー、やはり放尿しましたね。ピョンも怖がっている証拠です。潔癖な塾長は放尿されるのがとても苦手で怖いのです。でもそれって手を洗えば済むことなのです。それにピョンが飛んできても痛くも痒くもないのに、なんでビビるんでしょうね。さてその後のピョンの様子はこちらです。どう思いますか？去年水苔が少なかったという反省を生かしたところまでは良いのですが、逆に入れすぎじゃないですか？なんだかピョンも生活しにくそうですけど、大丈夫でしょうか？試してみないとわかりませんので、2日ほど様子を見てまた考えます。たっぷり用意した水苔が余ってしまいましたので、ミントにもお裾分けしてみることにしました。ただ、本人は喜んでなさそうですね。ミントは水苔の上でどのように過ごすのかな？次の日、ピョンはどこにいるでしょうか？ピョンは誰にも見えないように裏側で過ごすことが多いです。いました。つぶらな瞳でこちらを気にしていますね。空間が狭すぎるからなのか、すでに半分潜っています。それにしても可愛いですね。ずっと眺めていたいところですが、ストレスになってしまいますので、そっとしておきましょう。もう1匹のミント君にも水苔体験をしてもらっていましたが、あ、潜っています。なんというか可愛すぎるやろ。ヒーターを導入したことでぬくぬく過ごしているはずですが、冬眠モードに入っていませんか？少しヒーターの温度が低かったのかもしれませんので、温度を上げておきましょう。
3日後、ピョンは気に入ってくれたようで、しっかり潜ってくれています。たっぷり水苔を入れましたが、潜るのは半分くらいのところまでなんですね。今後も観察していきます。ピョンは昨年に引き続き2回目の冬眠生活に入ります。昨年は雨や雪をしのぐために釣り用の発泡スチロールの箱に入れて2階のベランダで冬眠してもらいました。しかし今年は少し変えてみようと思います。理由は、発泡スチロールに雨が当たると大きな音が出るので、ピョンの冬眠を妨げてしまっている可能性があると考えたからです。実際のところ、ピョンは冬眠中に3回ほど起きていました。ただこれが冬眠中に目覚めた直接的な理由だとは思っていませんが、冬眠の妨げになっている可能性があると考えるなら、今年はやめておきたいと思ったのです。つまり塾長は真面目なのです。あとはどこで冬眠するかですが、やはり候補に上がるのは昨年も悩んだ物置です。物置で冬眠できるか一度試してみたいと思います。話は変わりますが、ミントが生活している水槽はご覧の通り、ヒーターを導入するとびしょびしょに水滴で濡れてしまいます。水槽に蓋をしてしまうと蒸気の逃げ場がなくなってしまうみたいです。これは植物たちにも良くないので、今は前から使っている虫かごで生活してもらっています。それではミントに餌やりをしていきましょう。あ、食べたと思いきや全然食べれていません。これが我が家のミントくんなのです。しかも食べたつもりになるので、この後はなかなか次の一口を食べてくれません。もう一口食べてくれるかな。食べてくれましたね。塾長は2日に1回チャレンジしますが、食べるのが下手くそなミントは一口も食べれず終わる日もあります。さらに別の日の餌やりを見ていきましょう。この日も一口食べるのが精一杯な日でした。ミントしっかり食べて。ミントはいつもこんな感じです。一口でも食べてくれれば安心なので、塾長は根気よく餌やりをしています。今までずっと寝ていたピョン、何かを感じ取ったのか、今日に限って寝床から出てきていました。寒いのでほとんど活動はしませんが、起きているとかなり窮屈そうですね。ピョンもこちらを意識しています。ピョンちゃん、そろそろ行きましょうか。